多数のクルワで構成された中世や真白中世、城郭の各部名称一縦彫り2ドルイ、連続縦彫り掘り切り五瀬彫り障子彫り、りマス型ここを平こを前出し、土橋、木峡クルワやぐら台グルワとは、城の内外をドル石垣、堀などで区画した区域の名称である。各とも各。主要な、クルワ内には、クルワの出入り口であるここを封鎖する門をはじめ、最前線の兵。 物見や攻撃を与える矢倉が建てられる。四角では、司令本部となる上主の居所のほか、兵糧を備蓄する蔵、兵たちの食事を仕込む台所などの建造物が建てられていた。戦時、それぞれの車には、守備を担当する兵たちが駐屯した。車とは、軍事的、政治的な意図を持って、作兵、盛り土された平面空間と定義でき、 15世紀後半にクルワを貫ねる構造が発達し始めたとされ、例えば、千葉県横芝光町の篠本城は、主従の関係が明確でない空間で構成されており、また、青森県八戸市の根城は、一族横並びの構造と考えられ、当初の連隔式城郭では、クルワ間に主従の関係はなかったと言われている。その後戦国時代以降の城郭では、 複数の車を意図的に配置し、一角を主とし二角以降を重とする構成が一般的となった。江戸時代には中心的な車に本丸、二の丸、三の丸などの名前がつく。上角での戦いの勝敗を決める要素の一つに上角の形状、構造が挙げられる。そのため築城に際して、なるべく防御側に有利になるよう、上角の立地なども考慮して、 縄張りが決められ、車が配置される。江戸時代の軍学によれば、縄張りの基本は主要な三つの車、すなわち、上郭の角となる本丸の周囲に、補佐的な二の丸、三の丸を効果的に重心配置することとしており、以下にその説を示す。ただし、江戸時代の軍学は、太平の世の学問であり、実際には、追記や戦闘の経験を経ていない説であることに注意する。 必要がある一般に縄張りは大きく分けて次に分類されている。個々の上角は必ず上記のどれかに分類されるわけではなく、これらの変形、発展型や合体型といえるものも数多くあった。また、これらの形式だけでは分類が難しい上角もある。その他研究者によって同じ城でも区分名称や認識が違うこともあれば、 その他の名称を使って細かく分類することもある。江戸城の帯狂わ。皇居北側にある日向門の脇の門から西方向に細長く伸びた部分。帯狂わ門は城内で死人や罪人が出た際に使われた。防御力強化の目的で本丸などの主要な車の周りに帯狂わや腰狂わ、捨て車などの小車を配置することがあった。その他、 頼り独立した形で配置されるで丸や、主にここを防御する目的でその前面に配置される、前出しなどもある。安土桃山時代以降の城では、それぞれの車はその用途によって、車、丸などと呼ばれ、また時代や地域によっても名称は異なる。本丸、二の丸など車を、丸というようになった起源や語源は分かっていないが、丸と呼ばれる車は、 安土桃山形状核と呼ばれる系統の城や、江戸時代以降の近世城郭の主要部の名称に見られる。また、堀田博之は、日本の城に中心から、本丸、二の丸、三の丸という名称が共通して名付けられているのは、車の理念上の編成を分かりやすく、示すためのものであると解釈し、上級権力による城郭の新しい概念における管理上の記号として、 軍学をもとに登場したものであろうと推定している。丸とは日本語では球体も意味するが、これに言う、丸とは円形のことで、江戸時代の軍学関係の書籍を引用して、講述するように城は円形に作ることが好ましいと言われた。江戸初期の北条流軍学の祖となった軍学者、北条市長が表した、標本メス間では城を取るべきようは、小さく丸く取るべし、 王城市長、兵法メス館とあり、江戸中期の軍学書、武踊弁略には、城は荘園を善とすること、城取りの衆とぞ、このゆえに、丸とは呼ぶなり、木下義年、武踊弁略とある。その他、主に本丸から見た方角にある車を、の丸、る、の丸,丸といった。こうした車は、敵が主要な車に達するまでの時間稼ぎとなり、また防御側にとって、 有利に攻撃ができた。しかし城の規模が小さく、一つの車が制圧されると、次の車が射程に入ってしまうことも多く、中世の山城の車は、鉄砲を用いた戦いに向いていなかった。篠山城と門外に残る前出氏屋と松山城本段。ありがとうございます。